沖縄は最悪の感染拡大。自衛隊が災害派遣。沖縄県において感染が拡大しているため、沖縄県が12日に陸上自衛隊に対し災害派遣を要請しました。期間は25日までで陸上自衛隊の看護官らが入院調整を必要とする患者の皆様の健康管理や医療支援を行う予定です。 すでに自衛官は派遣されておりますけども、現状沖縄県の感染状況は日本最悪となっており、また琉球新報は世界最悪レベルと報じておりましたが、まあ、こちらさすがに国と自治体を比較するのは不適切でございますけども、日本国内で沖縄県の感染状況が最悪だというのは事実でございます。 こういった感染状況、人口が多い自治体において感染が拡大するという理屈は理解できますが、沖縄県のように人口が少ない自治体で感染拡大となってしまいますと、明らかに自治体が感染症対策に失敗していると言わざるを得ません。これまで沖縄県においては何度も集団感染が隠蔽されたり、 アストラゼネカ製のワクチンの緊急配分を拒否したりと、現実に即した対策が講じられていないという事実もあり、感染症対策において最も重要な国民の皆様の信用、信頼が沖縄県において大きく失われてしまっているものと思われます。 沖縄県には、まずは国民の皆様の信頼を回復するために、知事の辞職も含め、速やかに対策を講じていただき、沖縄県民の皆様が感染症対策に協力してくださる環境を整えていただくよう、お願いいたします。 以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。